はい、えー、皆さん、こんにちは、チェでございます。88の、8の封印ですね。やっていきましょう。えっ、ー、と、皇居があれですね。えっ、ーえー、と、取りだめの最後になります。どうも先ほどね、あのレベル上がってたみたいで、しまったねと。で、もっとお金を稼いで、次は、剣を買いたいなと。 これ、セーブは統一してた方がいいなぁ。いつも私やるんですよね。システムのセーブを使うか。うん。っていうのがあるんですけど。えーと。うん。はい。いや、商人。ああ。お前に話すことがあるだったね。そうだね。うん。で、コサーマって誰でもいい。誰でも言うことを言うんですよね。これがちょっと。 いやあ、これ、今の若い子が見たら何が楽しいんだと思うんでしょうけどね、ね88世代の人が見たら <laughs> 分かってもらえると思うんですけど <laughs>、これ結構ワクワクするんですよね、この育ててる間。で、まだこの序盤ね。ああ、序盤が一番楽しいのかも分かんないけどね、ウィザードリー、あーでもウィザードリーは宝探しが楽しかったね。まあ、序盤も楽しいんですけど、マイトマジックは序盤が楽しかったような気がするな。うん いやー、ほんとね、ワクワク、昔のようにワクワクすることがほんとなくなった気がします。あ、ラッキーだ。稼がしてもらわないと。はい。で、え、M のインベントリですね。うん。まあ大丈夫だね。うん。レベル上がってたんだね。うーん。もう、商人倒すたんびに、セーブしておいた方がいいのかもしれない。やってないんですけどね。 出てこないね来た来た来たで砂漠に行ったら大変だとはいもう、まあ、ちょっと素通りしようかなあのコズミックソルジャーでもあったと思うんですけどあのねもういちいち喋りかけめんどくさいからねうーんっていうのは通り過ぎれてな気がするんでああこれはいいやなかなか強いねえ私レベル上がったいやまだ上がってないよね ああまだ312だもん。うん。このね、甲賀島さん、まあ何度もコズミック・ソルジャーの名前出してしまいますけど、ここの、まあこの、なんでしょう。ここの表し方。あと、インベントリー、まあ、ステータスの見方。これ、独特な気がするんですよね。あの、なんて言うんでしょう。 あのー、まあ、文系って言ったら言い方したら怒られるかもしれないですけど、うーん、あの、理系じゃない気がするような、まあ、でもプログラマー理系の人がね、結構するんで、あ、だから設計の人か、うーん、そういうような気がするんですよ。うん、ち、もう勝手な憶測なんですけどね。だから、これもね、普通は、普通というか、 これだったら左から、あの、分母になる方は右につけると思うんですよ。やっぱりスラッシュ使うんで、ね、分数っぽく見る。だからこの場合253、300ってなるような、300あるうちの253しかないんだよ、みたいなね、感じで出すと思うんですけど、右側が減っていく数字で、真ん中が、その、前回値 ?MAX? っていう表現の仕方とか、ちょっとね、あのー、うん、違和感感じるんで、で、 ねえ、ま、甲賀道ってあるじゃないですか。もう、もろそっちの。ねもともと、その、え、もともと画材屋さんなんだったっけまあ、そっち方面ですもんね。うんと、勝手な思い込みなんですけど。ま、あだから実際、絵とかには気合入ってる気がするんですよね。デザインとかには。うん。まあ、憶測、私の勝手な思い込みなんでしょうけどね。はい。 あ,あいい。お金儲けできる。あ、今、ント,ト増えた。おー、なるほど。えー、M の愛と。これでレベル上がってんだ。あー。って50%っていうのはダメージを50%まで減らすということでいいのかなうん。さあ、じゃあこれでレベル上がったんですけど、さっきはこれでも砂漠行ったら負けたもんね。一撃で。 だからもうちょっと、あれなのかなまだレベル上げないといけないのかなあ,あだからやっぱり、もっとあの、お金を増やして装備良くしないと。うわあ、いいの来た。はい、よし、やっつけた、と。はい、どん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 。うわあ、ダメだ,だね。はい。無視するってできんのかな うーん、よいしょ。ああ、はい。ファイトね。で、エラトス城っていうのがまたあるんですよね。うん、どうするうん。で、ちなみに今、南北南北って言ったんですけど、こうやって東に行けばね、ああ、これちょっと強いんじゃないかの敵あいやち弱いわ。よかったよかった。山に入ったんでね、まあ、ドラゴンクエストでも。えー、あっ逃げ足の種だお おおアイテムっていつ使うのふ <laughs> おで、入っちゃいましょう。で、回復もしちゃいましょうか。うん、えー、はい。はい。えー、治療ね。で、これ、仲間増やせるんですよね。うん。これ、仲間増やしたとき、あまりレベルが乖離してるとよくないのかな 今これね、東に向かってます。はい、えっ、ー、と、逃げる、話しかける、脅す、戦うしかないのか。えー、まあ、遠くでいいでしょう。で、これ、あっちに入ったでしょう。森に入ったでしょう。あはい。なるべく平地に行ってあなたも森の中にいるんですけど、ね、あここまで来たらちょっと戻りましょう。うん。 うーんおおいきなり来たね逃げましょうか敵の追撃だーとあらららららおやってみるかうんうお<ー> <laughs> 逃げましょうあ、役たたつ <laughs> ああ、役立たずになっちゃったか。はい。なら、こっから行きましょうか。またね。えー、っと、この時はまだ上下だったのかな。はいって、ああ、難しいね。で、はい。治療ね、私。で、はい。ああ、まだまだ勝てないね。 まだまだ勝てないや。あ、もったいなかった。あ、いいね、いいね、いいね。うん。えー、っとね、目標はね、やっぱ装備を最高のものに装備できるまでにしましょう。ああ、しまった。あまただいや。ゆっくりやらないとね。ちなみにこれ8メガでやってますので。あまただ。えー、追撃ね。あ、これはなかったね。ランダムか。 あの、食らう通劇の時に食らうダメージを一撃でやっつけれるようになったねはいはいお魔術品ああそうかそうか逃げ足の種だとこれ勝手に使ってくれるのかなそう思ったらいいのかなはい遠くああうんはい 戦いを選んじゃったかなと思っちゃったんですけどね大丈夫でしたわあーもうめんどくさいねこの人ね <laughs> すごい贅沢なこと言ってますけど2と8のキーを押すよりは4と6のキーを押してる方が楽ですね天気うんあいいねこれはもう剣変えるかも分かんないうん変えそうだねでももうちょっとね探検がね まだまだ使えるんですよ、これ。ほら、探検、あと195もあるんでね。えー、あ、ちょっとお待ちくださいね。あすみません。えー、ちょっとかみさんからね、連絡入りまして。はい、えー、じゃあ行きましょう。どこいたっけああ、ここか。で、はい、近寄って、ファイトね。はい、はい、どんどんやっていきましょう。 ああしまった。よいしょ。はい、ファイトね。はい。ゆっくりやらないと通り過ぎちゃうんでね、分かってんですけどね、せっかちなんで。はい。まあ、この頃にはなかったんですけど、今はこれね、あのー、近寄る N は多分ニアだと思うんですけど、あと R ランでしょ ?T は。 えー、トーク。で、脅す M って何だろううん。まだそれは、もう、それはやっちゃう方だからね。えー、戦うファイトでしょ。これも、ね、どちらか出たうん、WASD とか言ってないですけど、あのー、指でね、もうできる、ASDF みたいな感じでね、でき、覚えれたらすごく楽になるのかなっていう気がするんですけど、どうなんだろう。間違えて押しちゃうかなそれだったら。 直感的じゃないのかもわかんないね。今の方が直感的なのかもわかんないですね。うん。はい。おお、久しぶりだ、この人。正吉ね。これ、歩いてると体力回復してくれたらい,いのにね。ゆっくりでもいいからね。そう、無限の心臓2には、あの食料っていう概念ありましたよね。 で、歩いてると、あ、せっかくで久しぶりに出てきたのに。歩いてると、回復していってましたよね。よいしょ。はい。ねだから、で、無限の心臓も、その、あ、しまった。2の時は、あれでしたね。安い、安いパン屋さんがあるんですよね。そこで、たらふく買うっていうのがね。そこで買える送料が決まってたと思うので、 一撃でタラフク買う方がいいんですよね。ちんまりちんまり買ってると、その四季一超えちゃうともう売ってくれなくなっちゃうんで、ね、うんっていうのはありましたね。懐かしいですね、そういうのもね。あ、お時間も寄ってきましたね。ごめんなさいね。ほんと、私だけ楽しんでるみたいですけど、<laughs> 結構楽しいよ、これ。<laughs> もう一時でほんと、ザなどでどうなるかなと思いましたけどね。 ザナズーともね、1時間ぐらい格闘しましたよ。何べんやってももうユーザーディスクできないので、えー、これは勝てるでしょ。ただ消耗しちゃうよね。うわ、いい勝負してるわ、これ。いや、やばいんじゃないあ、割と役立たず。はい。強いね。またここまで戻っちゃった。 あまあお金はねあるんでおんつらいなあいいの来たわはいはいああはい結構こまめにセーブしないといけませんねあこれあれか わかんなくなっちゃってるね入ってあらら盗賊だねあ今一瞬体力増えた気がしたんだけどね死体からマジああそっか逃げ足の種だもう,もう逃げ足の種取ってからセーブしておこうでこれを下まで行くとこうでしょああ、はい、寄りましょうかはい であこういうね探してるときにねうんあい、分かった分かった123で12であれあで出てきたかよかったよかった入ろうでえっ、ー、と え、はい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 。この、うん、攻略ページ読んでたら書いてたんですけど、このあのー、妖精さんですか妖精さんすっぽんぽんなん、みたいな感じらしいですね。え、なんかコンシューマー向けはちゃんと服着てるって、ちょっと私、すっぽんぽんまでは見えないんですけど、これすっぽんぽんなのかなうん、あ、しまったね。 ああ、もう時間よくなっちゃった。まあ、もうほんならこれで終わっときましょうか。うん。じゃあね、この辺で終わっときましょう。ああ、8の辺、これは結構長めにいけるかもしれないわ。ああ。いや、もうザナードやりたかったんだけどね。もうやる、せっかくやる気出たんだけどね。お <laughs> ふこのシナリオ2ね。ごめんなさい。えー、というわけで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。